見られる人ばっかりではありませんので、そういうようなところで駅ですとかそういうようなところもあらゆるところでこういうような放射能と同じようにですねデータの公表をしてほしいなと思っているんですが、いかがでしょうか。飯島産業環境部長。はい、再質問にお答えいたします。先ほど答弁申し上げましたように、候補者等も活用しながら可能な限り、お知らせをしてまいりたいと、そのように考えております。以上、お答えいたします。佐藤議員。いろいろそういうような形で公表していただきたいと思います。ただ、やっぱりこういうの問題というのは、ものすごくリアルタイム、瞬間的なものが必要だと思いますので、やはり広報を通じるというのは、ものすごくそのタイムロスがものすごくありますので、そういうものを含めて、やっぱり今言ったような形で、市の玄関口ですとか、駅舎のところですとか、いろんなところで、そういうものをやっぱりしてほしいなというのがあるんですね。ですから、後々なってが実際に、じゃあ先週ですとか、1ヶ月前はこういう数値出ましたよって、その広報等で出してもらっても、全然参考にならないんで、その辺の部分でもっとリアルタイムのものが欲しいなと思ってるんですけど、部長、いかがでしょうか。飯島産業環境部長。はい、お答えいたします。リアルタイムにつきましては、先ほどご答弁申し上げましたように、県の公表という形でもって公表されておりまして、それをホームページでは見ることができるというふうな状態になっております。ただ、先ほど議員がお話しいただいたように、国のホームページはなかなかつながらないというような状況も承知しております。数値でございますので、これをリアルタイムで常に公表するということは、やはりその公表そのものをホームページとかっていうふうな、そういう電子媒体を使わないと無理なわけであります。また委員のご質問にありましたように、メール配信というふうなことがありますが、配信する人間がいなければ、これは配信はできません。で、今後、県などがそういうふうな対応をすれば、そういったものの対応に応じて、市の方も対応していくんではないかというふうに考えております。先ほど答弁の中にも申し上げましたように、そういった対応そのものについても、今現在、国において検討されている状況でございますので、それらの動向を踏まえながら、市としての対応をしていきたいと、そのように考えております。以上、ご答弁申し上げます。佐藤議員。本当にリアルタイムにですね、やっぱりしていただかないと、この数字だけは、今は本当に中国ですとかね、北九州、四国でかなりこう濃度が高くなってきていますし、もうかそれほどでもないという感覚の人が多いかもしれないですけど、いつどんなふうな場合になるか分かりませんので、そんなのやっぱり体制作りだけはきちんとしていただかないと困りますので、その辺も含めて、ぜひともお願いしたいと思います。最後にですね、一つ、先ほど午前中の答弁の中で、肺炎給付金の65歳以上のを導入するということで、大変感謝しております。私も2回ほど質問させていただいたんですが、導入ちょっとできそうもないんで、近所の人にも8000円かかるけども、自分でやってねっていうふうな形で今まで話してたんですが、午前中の答弁ですと、そういうような形で65歳以上の方にその補助制度を設けているというふうなことで答弁いただきましたので、本当に感謝申し上げます。これからも、その先ほどの PM2.5 ではありませんが、やっぱり真岡市民のやっぱり安全で暮らせる、その環境づくりというのはやっぱり、市執行部と、そしてまた議員がやっぱりタックル組んで、やっぱりやっていかなければいけない問題だと思いますので、これからもそういうふうな形で進めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。本当に感謝しております。おります。